ですね、はい、ちょっと久々の夫婦時間の外出ってことで、そうだね、ランランを預けて、うん、新浦安まで来ました。そうですよ、今日はねランチのホテルブッフェでございます、ね。ルーちゃんここ来たことあんの？初めて来た。え、なんかさっきなんかさ、うん、友達の結婚式でどうこうとか言ってなかった？いや、この新浦安駅が最寄りじゃん、うん、そこに降り立ったことがあるって。ああ、で全然関係ない話だなんだ、なんですごい綺麗なとこよ。すごい綺麗だ、ね、あ、教会？あ、じゃ結婚式で来たってこと？うん、ここのホテルに。違う違う、新浦安駅に降り立ったことがある。何にも関係ねえわ、ただの部外者だこれ。違う、キャリーケース預かってるわ。旅行のキャリーケースを、部屋じゃなくてここで一時預かりしますよみたいな。ここでもホテルで結構荷物預かるとこもあんじゃん、うん、アメニティも充実してんじゃん、うん、多分結婚式も併設してんだ。そっか。あ、で過去に来たんです。ここじゃないの？いや、新浦安駅出てってくれもう。ここでございます。レストラングランサンク、今肉部屋開催してます。え、最高じゃん。うちらと言ったらじゃん、もう肉部屋夫婦じゃん。でもね、あのもう今日の会は喧嘩で始まってますから、やめてください。それは後ほど。セントクリームだ、すごい。え、待って、見て、かわいい。本物、本物。へぇ、かわいいね。かわいい、あとで食べる。いろんな種類だね。あ、いや、髪出そう。髪出そう。ペッタンコになっちゃってるね。お互いの見ていく、ちょっと、見ていこう。うまそう。ちょっと待って、ごめんなさい皆様、その前に腱鞘炎の薬を飲まさせていただきます。ランランが生まれてから結構抱える回数が増えて、手首今腱鞘炎になっちゃって。まずリオちゃんのこれチキンライスと、なんかオーブビーフシチューで、お寿司、映えを意識して撮りました。なんかね、おしゃれに彩ってるみたいな。 でサラダにつみれスープ、つみれスープみたいな、うん、ゆうちゃんのこんな感じ。ここは肉部屋の、うんうん、なんかいろいろ鴨とか牛とかいろいろなんだけど、うん、で天ぷらこれも取るじゃん、うん、でビーフシチューも取るじゃん、うん、でオレイちゃん見てほしいのここなのよ。寿司の横にバーガーあんだよ。でステーキね。でステーキ、これも目玉でしょ、うん、これパスタも気になるんだよ。まあ、パスタは多分普通の味。えではいただきまーす。いただきます。どれからいこうかな。ちょっと肉吸い食べようかな。冷めちゃいそう。しょっぱなね。うん。でも俺この肉吸いはね、確かにうまそうだなと思った。ねえ。うん。うまっ。うまい。あら。絶対うまいなと思った。この肉吸いは。待って。この肉吸いでわかる。ここマジレベル高すぎ。あ、もう肉吸いでわかった。肉吸いでわかるよ。あ、つみれ飲もうかな、うん、じゃあ。おいしい。あ、つみれもうまい。あら、うん、あら、ランチにしては、まあ、結構値段する。そうだよね、そりゃ豪華か、うん、ランチで
4,800円なんですよ。外出してさ、ランチだったりディナーでさ、うん、2人で食うこと減ったじゃん。そうそう、2人でっていうのがね。そうで、だから今日ちょっと奮発したランチっていうことで、そうだね、来たんだけど、4800円って結構高いじゃん、うん、でそれで味のクオリティ悪かったらひっくり返しちゃった。確かに。うまっ。美味しい、うん、どう、お肉かも、めっちゃうまい。あら、食う？あら、大丈夫。いる人のリアクションしないでやめてだよね。ローストビーフは取んなかったの？取んなかったの、肉部屋。うん、なんなのね。え、食べる？大丈夫。なんなの、名残惜しい感じ言ってたけど、うん、全然いらないんだ。うん、いらない。天ぷらいただきます。うん、うん、あ、ローストビーフうまいよ。マジ？うまい。いる？うん、飲む。食べるんだ。あ、美味しい。うまいよ、うまい、うん。スペアリブもめっちゃ楽しみなの。スペアリブ行こうかな。スペアリブ、うん、ちなみに俺が取ったじゃん、うん、取った瞬間に、あ、これは柔らかいスペアリブだ。出た、わかるよね、そういうのね。わかる、取った瞬間に、ほら、めっちゃうまそう、うん、うん、うん、こんな柔らかくない、うん。結構あの肉肉しいというか、うん、しっかりとした、しっかりとした、うん、うん、すごいね、満席でさ、うん、お客さん入ってんだね、やっぱね、うん、結構年齢層高めだね、マダムもたくさんいるし。いや、ランチに4800円は、うん、マダムよ。確かにね、なかなか手出せない。あとね、めっちゃちっちゃい赤ちゃんの子連れファミリーとかでいるママ友かな、セレモニードレスみたいなの着てて、じゃあそれ多分ホテル泊まってる人や。あ、なんか記念日かなんかだね。記念日でもう泊まってんじゃない、うんうん、あ、うん、いいね、旅行もしたいよね、うん、ランランが首座って、うんうん、ディズニーランド近いじゃん、うん、あ、行けない。そうだから、もうちょっと俺喋らせて、喋ってるから今。すごいグイグイ来るね。ミッキーとかミニーをある程度なんか識別 し始めて、うんうんうん、絶対好きじゃん。おー、こいつら、おー、いいやん、いいやんみたいな、うんうん、なったら、うん、ここら辺の近くのホテルとかいいよね。ありだよね、うん、行きたいわ。え、ちょっとごめん、そんなこんなんで私めっちゃ気になってた欧風シチュー行っちゃいます、うん、肉でかこれ、これ気になるね。気になる、いただきます。うん、どう、うまっ。マジ、しっかり。あ、リュウちゃんのそのリアクションは、うん、あ、今スプーン入れた瞬間、うん、シュワー。信用なんないよ、もう。信用なんない。あ、うまくない？これ赤い、これめっちゃうまいんだけど、おいしい。だ、あ、私さ、チキンライス見つけてさ、チキンライスだと思って取ったのね、うん、その横に卵あったから、卵のスクランブルエッグかけようと思ったんだけど、芸がないと思ってこのビーフシチューかけたんだけど、ドンピシャ、ドンピシャ、うん、いいね、いいね。でも、うん、肉のメインで、ね、今スペアリブで、うん、欧風のシチューいったでしょ、うん、やっぱりね、あ、確かにね、これなんですよ、やっぱり。そうね、気になるね。多分一番のメインでし、このね、多分サーロインステーキなんですよ、うん、これ行ってみて、行ってみて。おっ、見て、今見たよ、見たよ、見たよ、すっごい見たよ。めっちゃ柔らかい。え、マジ、うん、柔らかい肉のうまいソース。あ、うまい、うまい、うまい、マジ、うん、あら。待って、うまうまいよね。なんかこういう見かけのさ、ステーキでさ、ビュッフェ私も結構行ったことあるけどさ、うん、なんていうの、ちょっとチャッチーかなみたいな思って、うち一回ちょっといらないって言ったの、うん、硬いと思われるよね、うん、うまいわ、めちゃくちゃうまい、びっくりなんだけど。さすが4800円、うん、これはもうお代わりするわ、うん、めちゃくちゃうまい。これ気になる、いつも思うよ、人が取ったら気になるよね。もう食べ放題なんだから、自分で取ればいいのに、でも絶対それはしないよね。なんなの。しかもこれメンチカツのバーガーなんだけど、うん、これ見て、紅生姜タルタルみたいな、うまそう、こう見て、あ、ほんとだ、毒味を、うん。うん、これメンチカツじゃないわ、とんかつ、え、とんかつバーガーみたいな、うまい、うまい、一口いい、うん、俺のお墨付きじゃなきゃいけないみたいな。なんだ、なんだろ。食べ放
兄弟なんだから取ってきなさいよ。うん、おいしい。うん、あ、これは言うわ。でも俺ブフェってさ結構性格出ると思う、うん、あーそうね。りょうちゃんはそうじゃん、うん、人に毒味をさせて、ね、自分は安全なところにいるっていう性格っていうのは出ました今。人聞き悪いこれは。俺は意外と一通り目はもう全種類限りなく、うん、え、行くよね。行くのよ、毎回行くよね。いやすごいと思う。いやそれは俺の中ではドラフトなの、うんうん、で2巡目で本当にうまかったやつを厳選して選ぶ。あー、まあ、でもそれ多分男子だからできるよ。私はそんなキャパがないの。2巡目とかいうもう保証がない。あ、だから人の意見で、ね、そう喧嘩の原因ね。あ、そう、今日ね、ようちゃんがねまた道を間違えたの。今日車で来たんだけど、本当でも最近多発してるよね。首都高のいつもだいたい2分の1右か左、うん、だいたい間違える、うん、でもね、やっぱりその最近逆に、うん、リオちゃんにあれ言われすぎて、うん、もうそれがトラウマになってるかもしれない。ねえやめてよ、人のせいにしないで。自分が自分に一番腹立って、俺が間違えた後にさ、うん、喧嘩というかリオちゃんが言ってくるじゃんいつも、うん、でもあれとか聞こえてない。自分に対して腹立ってるから。リオちゃんの声なんか聞こえてない。途中でリオちゃんのこう罵声が聞こえてきて、罵声そんな言ってないよ。やめてやめてっつって、うん、自分が一番悔しいからっつって。だから今度は別々で行こうっていう結論になりました。デレッデデレッ、厳選のドラフトとスイーツだね。厳選のスイーツです。うまそう。じゃじゃーん、ケーキ5個とあとドーナツ、あの可愛いやつね。このベーシュ、うん、これも最強で、今回はサーロインステーキ、うん、おろし醤油でいきます。ほんでこちらお初カレーね、これも気になった。いっちゃいましょうよ。初めましてのカレーからいただこうかしら、うんうん、あ、うまい。あら、ちょっと待って、スイーツ待って。なんで？これ食ってほしい。相当だね、こんな言うなんて。あ、いや、めっちゃうまい、うまい、めっちゃうまい。うまっ。え？うまいよね。結構辛口かも。後から来るわ。うん、どうぞどうぞ、持ってください。甘いのに。なんなん？ドーナツ。どうなのかな、味は。まあ、普通。あ、普通か。うん、首が座ると変わってくんだろうけどね。そうだね。うん、一緒にね、来たりとかしてね。うんうん。でも、いい傾向なのが、ちょっとずつリオちゃんが俺が預かってちょっとサクッとちょい飲みをこう解禁し始めたから、まあ俺はね、一リオレモンファンとしてはやっぱ嬉しいですよね、やっぱね。でもさ、私たちさ、たまにさ、特別配信してねっつってさ、お互いがちょっと交互で出かけるときにさ、 SNS に載っける用じゃなくてお互いに送る用で動画撮るの。そうね。最後にじゃあ面白い小話として、ようちゃんね、あのビアードパパってあるじゃないですか。ビアードパパに初めて行った時かな。ビアードパパってさ、ガラス張りのところにシュー生地がいっぱい並んでて、うん、初めてだから騙してやろうじゃないけど、面白いからどうなるかなって思ったの。ようちゃんみたいな、これね、あのシュー生地あんじゃんって、焼きたてできるらしいよって言って、そしたらようちゃん知らないからマジみたいな、レジのところで、あのシュークリーム一つ焼きたてでって言って。それ言うでしょ、わかんないんだから、それ言うでしょ。無理なのよ。普通に店員さんがみたいな。で、私が後ろから焼きたてはできないよって言って。あれ、すみません、なんかすみません。あれみたいな。カンニンカンニンカンニンチャンネルとほほいくよ。うん、せーの、せーの、違う、え、いくよ、うん、せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ、ショウモさんもお願いだにゃーって言ってます。